チャオ、あっちゃんです。今日のあっちゃんちの晩ご飯は焼き鮭の混ぜ寿司、以上で食べましょう。はい、ということでこれね、混ぜ混ぜしていきます。混ぜ寿司なんで ね骨はね、これ多分もうないと思うんやけどね、一応ね、メインの骨取ったらほぼほぼこの辺は入ってへんと思うんやけど、入っとったらね、ごめんねーということでね、入れていきます。入っとったね、まあ、こういうこともありますわね。お正月だけね、ちょっとめでたくね、3食で、混ぜ寿司完成、完成です。チャオ、あっちゃんです。今日のあっちゃんちの晩ご飯は鮭の混ぜ寿司ってことで食べましょう。無理よいしょ、電気取っちゃいけ、電気とその梅もしよう、うん、よいしょ。これでお皿取ってや、自分の各自で、あ、お箸持ってくださいって、そういうの入ってへんだ、なんかお箸がなってきた、お酒取っておいてて、いろいろ予定があるからお酒を飲まれへん、お酒とかそっち後ろ行ってて、お箸を4000出して、4000出してちょうだい。マヨを持ってきてなかったっけ、あるな、もう では食べましょう、準備がグダグダやったけどね、もう一年お箸持ってきて、これつけるとんのに、生姜とんのに、はい、あとは自分で適当に食べてくださいな、味は見てないんで知らん。いただきます。卵が甘い、卵お菓子みたい、これね、卵がうまい、あぶね、こういう時は卵が甘い時は生姜の甘酢漬けを一緒に、うまい、久しぶりみたい、最近出てないな、確かに、au の CM 出てない、au の CM 自体見えへん、
アニメの位置どうなの？あ、世代順？世代順で言っても一番エヴァンゲリオン。処方がガリがあるとね、全然違う、美味しい。平成世代。これ令和世代って何歳に聞いてるの？放送された年。うん。放送された年やけど。ああ、アニメは忘れてる。で、今は平成か。うん、多分。昭和じゃない。昭和の1年、マジンが出て。いや、知らん。この音楽引っかかりそうや。ワンピース系は絶対引っかかるからな。昔からワンピースには何度か痛い目に遭うと思う。新聞業者ってないらしいな。え？ルフィの新聞業者ってないらしいな。あ、そうなん？知らん。何言ってた気がする。うん、確かにそれはそうかもわからんけど。うん、何だっけ、平成なの？バイバイ昭和じゃんか。お茶までじゃん。うん、お茶までお茶までか。あ、平成では昭和全部で1位が取れたか。エバちゃん、エバちゃん、アイドルも最近やんか。エバが1位になるわけないよ。エバ1位やん。ネッカラのファンじゃないと1位になるよ。ネッカラのファン。エバ、エバは結構でもみんなノリノリやんか。カラオケのいつもトップにおるやん。古いけど、これ中村家のお雑煮。令和やな、確かに。これ中村家のお雑煮や。うん、あ、懐かしい。大根と人参で合わせ味噌だし取って、大根と人参を煮てで合わせ味噌、まあ普通の味噌汁みたいな感じだけど、ここに丸餅の焼いたのを入れてる。これが中村家のお雑煮で、奈良はこれのお餅を取り出してきな粉につけて食べると、あっちゃんは気持ち悪くて無理。醤油？うん、なかった？向こうにあるよ。で、組んでくるわ。ということで、今日のあっちゃんね、ちょっとね、まだ家族で喋りながらゆっくり食べていくんで、動画はこの辺で一旦止めたいと思います。ということで、あと1個だけ食べようか。注意を。え？注意を。
三国10位か。ああ、そこはね、バイもうアイドルか。もうインパクトから言ったらアイドルね。今選ぶ言ったらな。これアニメ曲な、そうか、アニメ曲やな、アニメじゃないねんな。でも一つのアニメから一曲しか出てへんよ。ちょっと忖度があるね、これね。2位グレギかもしれない。富士の富士村宅でグレンゲかな、グレンゲホムラとか言ってる。あ、ちょっと古っ。うん、うまい。はい、ということでごちそうさまでした。一旦ごちそうさまでした。止めね、そろそろね、アニメ曲が引っかかりそうでやばいんで止めます。じゃあね、バイバイ。あ、今日のあんちゃんちの晩ご飯、鮭の、ま、焼き鮭の混ぜ寿司、よかったよと思ってくれたら高評価、応援、コメント、チャンネル登録よろしくね。じゃあまたね、バイバイ。